おはようございます。今日は宮崎県高鍋町にシャトレーゼがオープンするので一番乗りを狙っています。開いてました。誰もいません。こちらが今日オープンのシャトレーゼ高鍋店です。高鍋のマクドナルドのすぐ隣です。こちらです。これ今日がオープン日になってたけど、もうプレオープンしてるじゃない。もうオープンしてたんですね。そうです。今日オープンかと思って。サイレントで、告知なしで、ちょっとまあ練習期間じゃないんですけど、そんな感じでちょっと短縮営業で、あ、そうなんですか。曜日からやってて、で、まあ大々的には今日からっていう形で、まあ、一応今日変わったことはないんですけど、まあ一応じゃあ今日がオープンみたいな。まあ一応って感じですね。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。なんとシークレットでプレイオープンしてたみたいで。事実上今日がオープンっていうことなんで、これは一番乗りでいいんでしょうかね。お客さん来ました。2組目のお客さん来ました。3組目のお客さん来ました。また来ました。4人目来ました。さあ今カーテンが来ました。まもなくオープンします。並んでるのは僕一人で、他に車の中で4人待機待ちしてます。あ、オープンします。大丈夫ですか？あ、ありがとうございます。シャトレーゼ高鍋店オープンしたらお客さんどんどん来ました。さあシャトレーゼの真ん前にこの押川さんというケーキ屋さんがあったんで、こちらにも寄ってみましょう。ケーキ屋さんはしごです。ポケモンマンホールもあります。さあこちら押川で買ったチョコのショートケーキ、シャトレーゼで買ったイチゴのショートケーキ、どら焼きはお世話になった方にお土産です。後で食べてもらいます。これシャトレーゼでお土産買ってきたんで、ちょっとこのお二人に食べてもらおうかと思って。あ、これ今日シャトレーゼの高鍋店がオープンして、僕また一番乗りに挑戦してきたんで、土産買ってきたんで、ちょっとよかったら。いや、いらない。いや、食べ。どっちお前のね、土産で俺何回分かったことあるの。どっちね、これシャトレーゼ今日買ってきたから、なんか入れてんでしょ。これよくね、同じマンションに住んでる京子姉がね、買ってきたってくれる。シャトレーゼで買ってきたよって。シャトレーゼは美味しいよ、高鍋はすごいんですよ。シャトレーゼの後にドミノピザもできるんですよ。あ、できるの。高鍋に来てるんですよ。じゃあもう一番乗りで行くんだ。そう。いや、シャトレーゼはいいから、シャトレーゼ行って自分で買うわ。いや、君が持ってくるって俺だからないんだよ。食べて、これぐらい食べてみて。いや、なんか裏がある。いや、絶対裏あるて。裏あるて。何もないよ。お前よ、今までどれだけ騙されてきたか。食べて。なんか開けてバチッと。来ない。大丈夫。どうでしょう。これいいの？はい、食べてください。これ食べれる？それ食べれますよ。食べて。ダメって書いてある。じゃあいただきますよ。あ、食べた。ん？
食べたで。いやいやどうですか。お前が食べろって言ったら食べる。おいしい。うまい。うん。あ、よかった。甘からず、辛からず、うまからず。いやいや、うまい。ダチョウのリュウちゃんが言ってた。すごい。大好きだから。あのあれだよ、あの去年の県知事選で、最初のお参りしたとこ、主人式。そうだ。舞鶴で。ああ、そうだ。高鍋の。僕はもう上杉鷹山候補、ものすごい尊敬してるんで。だからもう立ってるのでね、ここで主人式をやらせてもらいます。来たから。